はい、こんにちは、まこじです。今日はちょっとね、雨も上がったんで、今川口方の方に来て、羽物まこじの完成した羽物、名前はないんですけど、これを今日はここでちょっと投げて、どんな動きなのかっていうところをちょっとね、泳がせて検証したいと思います。どうなるか、一応ねもう調整はかけてるんで、あれなんですけど、あまりにもね、あの荒れた波の、まあ実は昨日なんですけど、あまりにも天気悪くて、で波が高くて、もう細かい動きっていうのは全然見れなかったんでね、まだ今日はちょっと波も穏やかなんで、今から俺の試験をしていきたいと思います。よいしょ、はい、じゃあ行きます。ピュー、入ってる。あ、この音聞こえるかな。パタパタポコ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 って落としますよ。で、浮いた姿勢からゆっくりうにゃ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 、小刻みにスローでうにゃうにゃっと動く。で、このぐらいで巻いとるときに音を拾ってないような、ポコ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 っていう波の音がします。で、結構早く巻いても来ます。で、時々ポコポコやめる時ありますね。これ何の技かな。瞬間止まる時がある。投げて止めて、ちっちゃくちっちゃくうにゃうにゃしてます。ゆっくり巻いたら、微妙かな。ゆっくり巻きやったらほぼ動かないね。で、止める。どうですかね。まあほぼバランス崩すことなく来るね。よいしょ。ポコポコポコ、なんとか頑張ってこの音拾いたいね。集音マイクいるんだ。
なんとも言えん甘い音する。直進性はどうなんやろ。あ、ちょっと左に行くかな。ちょっとだけ左に行くんかな。竿先とまっすぐにして、うん、いい感じやね。ほぼほぼまっすぐ。ちょっと右行っとるか。ちょっと早めに巻いて、まあ右側に流れていくのは多分波に流されとるんやと思うけど、ほぼほぼ直進性も来とるね。甘い音するな、ポコポコポコって。はい、今から大遠投したいと思います。うわ、飛ぶ。この波の中でも安定してきますね。よし、はい、こんな感じで今テストしてみました。これで大丈夫でしょう。まあまあいい感じでね。今ちょっとこう見たら、右と左のこっちとこっちの羽の位置、ちょっとまこじビッコンつけてますね。こうやってこっちとこっちと、まあでもね、曲がらずに来てるんで、まあいいんかなっていう気はしなくはないんですけど、これで曲がってくるようであればこれ直してやらないかんけど、今ね何気なく見たらちょっとこの位置、こっちが頭の方に行って、こっちが尻尾の方に行くね。こんな風にしてたになってます。こんなちょっとね、これはマコジンの、ね、失敗やね。一人目の失敗です。まあ細かいトロは気にしないでおきましょう。だね、一応完成した。あとはね、これをもうほぼほぼこれで完成として、であとは仕上げて完全にね、色も今度つけて、お面々もつけてっていうところで完成させたいと思います。いやね、また今回こんな風にしてね、一応ゆっくりとキャストと動き、ね、性能をちょっと見てみることができたんで、まあまあいいかなというところで、じゃあまたチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。じゃあバイバイ。